長島桑名神経図憲本探査一福個人像、天保元年、春季南明明治11年12月11日は、江戸時代後期から明治期の南画家。春季南古の長男。名ははじめ周広氏の地に竜。字は死刑の地に古衆。南明は郷、別号に幸運両者、ドン三郎など。通称はうのすけ。江戸の生まれ。 オランダ同藩が肩義務しかし戦闘難庫から難画を学び、さらに、そう、元の名跡を臨むして画法を習得。山水が課長画を得意とした。当時名声は高く、温厚な性格であったことから三上校、細川校、岡藩主、中川久成、秋月主樹等、有力なパトロンを得た。とりわけ、土佐藩藩主、山内陽道は難名を寵愛し、 橋場別邸の隣地に家を建てすまわすほどであった。南明の妻は、振付つけさん十6の娘で、仲睦まじい夫婦であったが妻が先立ってしまった。しかし南明は亡き妻を思いその後も、ごさををめとることはなかったという。明治11年12月11日病没、去年十四。玉霊園に墓所がある。弟聖子、この南花、孫は南京。 ひまごうなんえもそれぞれ画家として活躍した。文下に、田崎総雲、佐藤支援、洋画家の河村清がいる。藤川明渡るず陸上肖像図画長図総服。ありがとうございます。